Thank you.
Thank you.
Ja,
世間169番ユニットの選手による左上段の足蹴りの技ありが入りました。
イラップ選手 96.5kg 94番塩島修選手 72.2kg 72.25kg この試合は体重の軽い前回94番塩島修選手が勝者となります。
選手 69.6kg、 ゼッケン214番エマヌエル・ルアッテ選手 104.1kg。10キロ以上の差がありますので、この試合は体重のポレンジ、ゼッケン211番福井祐希選手が勝者となります。
ました。ただいまの試合3対1、ゼッケン16番高原選手の優勢勝ちです。
ッケン137番長原選手の優勢勝ちです。この試合は体重の軽いゼッケン210番
高原正臣選手が勝者となります。Thank you.
第1位、ゼッケン214、高原正文選手の優勢勝ちです。